今回は若く見える引き出し方の方法をご紹介します。表参道夏屋ヘアスタイリストの川城が解説をしていきます。今日は結んだ後綺麗にほぐしていくポイントをご紹介していきます。崩してボサボサになってしまいがちな方におすすめの方法です。まずゴムの結び目から 2-3 センチ離してほぐしていきます。その時必ずゴムを押さえながらやっていきましょう。引き出す間隔は指 2-3 本分です。引き出しすぎないのがポイントです。ぜひ参考になさってください。はじめにやりがちな NG 例をご紹介していきます。失敗する原因としてはバラバラの間隔で引き出してしまったり、ゴムを押さえずに引き出してしまったり、引き出す量が一度に多すぎたりすることが原因です。特に注意してもらいたいポイントが耳の上のたるませ方です。耳の上は引き出しすぎてたるませてしまうと老けて見える原因になっていきますので注意していきましょう。引き出す間隔をバラバラにしてしまうと崩れの原因やボサボサに見えてしまうので注意していきましょう。次に成功する方法をご紹介していきます。必ずゴムの結び目をしっかり押さえてほぐしていきます。トップはセンターの真ん中で引き出していきましょう。ゴムの結び目から 2-3 センチ離して引き出していきます。爪と爪で1センチほど引き出していきましょう。引き出す間隔は指 2-3 本分がバランスがいいと思います。一度に引き出さず少しずつ引き出してほぐしていきましょう。毛束を少しつまんで少し上に引き上げるイメージでやるとうまくいきます。最後に正面から見て左右のバランスを整えていきましょう。すっきり見せるために耳上は崩さずまとめています。ポイントを押さえるだけでボサボサ感がなくなってくれます。様々なアレンジに活用できますのでぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでも参考になりましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。